タイムシフト見よう。久しぶりだね。1年ぶりか。女と聞いてきました。可愛い女を遊んでやろうぜ。なんでこと言うんですか。違う、女の子に夢をかけちゃいけない。いい、女の子にお酒を飲ませますけどね。いいですか。やるか。あ、この放送から紳士じゃない人はみんな追放します。お前が一番紳士じゃねえだろって。そんなまさか、そんなまさか、ない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 。ね、そしたら私、あ、追い出されて、追い出されましょう。よしよし、やるか。これな、これどんなギャルゲーですか。見てわかるよ。せやろ。オール二日目の私に三日目をしろって言ってるのかい。すればいいじゃん。あ、キョンピのゲス声にリスナーさんがドン引きしちゃうっていう人だって。え、ちょ、前枠でね、ドリームクラブ実況しますって言ったらね、コミュニティが4人抜けましたね。ちょっとね、やっぱね、私がこれ実況するとね、マジで抜けるんだけど。ちょ、おい、ま、びっくりした。な、ま、マジで4人抜けてたんだけど。ガチでびっくりしたわ。え、そんなにって。よほどダメなんだろうな。今更引かないよって。ごめんな。ね、あの、ごめん、あんで、前にミスっちゃってね、あの、本名で登録しちゃったんですけど、気にしないでくださいね。ね、あんま気にしないでくださいね。思い切って新しいカメラ買ってみたけど、夏だからといってイベントだらけでもないしな。俺が撮るって言ったら風景ぐらいだもんな。あー、可愛い彼女でもいれば、写真撮影も楽しいんだろうけど、これから、あの、可愛い女の子数十人に恵まれそうな気がするけどな。彼女欲しいな。あー、前ごっそり抜けたよね。20人ぐらいだったかな。結構見てた。いいんだいいんだ、もうどうなってもいい。紳士じゃないもんね。紳士です。こんな感じ。新しくできたのかな。でもやめられない。これ、あのね、やり尽くしたいのはある。できれば。うん。隠しキャラ3人いるんだけど、出したいってのはある。うん。2人だったっけ ?2人は2人。2人いるはずなんだけど。うん。この店を見つけたのが、京介のドツボの始まりだった。やめてよ。はぁ、自然と体が吸い寄せられていく。くっ、体が勝手に。そこのピュアな紳士の方、少々よろしいでしょうか。私ですか。この麗しい声は、受付ちゃん来た。ドリームクラブへようこそ。来たわ。ちょっと、ピュア、ピュアですよ。受付ちゃん来た。はい。そしておめでとうございます。あなたは今日から1年間このクラブの会員として認められました。なんだって。1年間やったね。うおー、勝手に見てられた、嬉しい。えんだ、早い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 。1年のみ。当店は心のピュアな方だけが入会できる完全会員制のクラブです。一元さんそこまで歓迎してくれるなんて、なんてこった。当店自慢のホストがあると、楽しいひとときを過ごしていただき、見つかなきゃ、お客様にリフレッシュしていただくのが当店のサービスとなっております。その証としてこちらをお受け取りください。どうぞ。1年限定、1年限定ですね。ね、シルバーカードです。シルバーカードです。ブロンズシルバーです。下から 2段階上なんで、ちょっとやり込んでるんですよ。会員として、ちょっとやり込んでる。お客様のみにお渡ししている当店の会員証です。俺、この高そうな店の会員になれるような金持ってないですよ。ご心配なく。会員費は無料です。入場料さえお支払いいただければ、週末ならいつでもご来店いただけますよ。マジこんなシステムありそうだからやめてください。ガッド、それあれだよ、ありそう、そういう紹介制の。これは違うけどね。はい、もちろんです。
マルチかなって。会員の証であり、当店のご利用実績を表すものなので、忘れずに持っていてくださいね。ピュアな紳士とは。ただし、カードを持っていても、会員期間の1年を過ぎると、お店に入店できなくなってしまいます。それと、当店は週末のみの営業となっておりますので、あらかじめご了承くださいね。はい。土日しかやってないんだっけ？1年間限定。説明は以上です。お分かりいただけましたか？おーい。このゲームエロい？微妙だな。エロくプレイしようと思ったらエロくプレイできる。本日は入会説明ということで、ここまでになりますが。正直言うと、たとえ乳を揉んで、好感度が下がったとしても、次の週に、ピーナッツ2つ送ってあげると、楽に好感度戻りますんで、ちょっとやり込んでんすけど、正直、ピーナッツ2つ頼むだけで、ちょっと好感度戻っちゃうんで、アウトー！ピーナッツすげえ !1 個1000円高い！まあ、2000円の出費だけどね、2000円で乳揉めるって思ったら、ちょっと。次回からは、素敵な女の子たちがお客様を出迎えてくれますよ。ピーナッツ好きすぎだろって。しかもね、そんなにね。大変長い説明をお聞きいただき、誠にありがとうございます。そんなに好きってわけじゃないと思うんだけどね。なんか、頼むとね、好感度上がるんですよ。それではまた次回、お会いしましょう。ごきげんよう。あ、落花生さんいらっしゃい。こうして俺は、気が付いた時には、ドリームクラブの会員になっていた。ピーナッツ、撮影するわって。まあ一応山盛りだけどね。そういえばあのクラブ、週末だけやってるって言ってたな。本当に俺、あのお店の会員になったんだろうか。笑いが止まんねえ。ここは一つ、騙されたと思って、一度だけ行ってみようかな。行ってみようかな。紳士プレイです。いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。一緒に過ごす女の子を指名してください。受け付けちゃーん。さあ困った。誰にしようかな。ちゃんみお、レイカーさん、みやんちゃん、ルイさん、アスカちゃん、のののちゃん、はるかさんは、アイリさんとなっております。やったことないのはちゃんみお、いやもうルイちゃんと、あ、いや違う、みやんちゃんとアスカ以外やってないよ。あ、あとはるかさんは裏で軽くやったぐらい。一番胸が大きい子で言ったら、ちゃんみおかるいだな。どうだろう。レイカさん泣くっていいよね。いや、レイカさん行ってみるか。ご指名はレイカさんです。レイカさんすげえに来たかいよね。かしこまりました。それではこちらへどうぞ。のののちゃん気になったんだよな。宇宙人だから、自称宇宙人だからちょっと気になったけど、まあいいや、どうなってもいい。俺もどうなってもいいわ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はじめまして、レイカです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちゃん、何時までやんの？飽きるまでやる。ごめん。楽そうだからという安易な理由で選ばれた関西娘レイカ。所持金はカウントストップ約100万円を手に、悠々と入店するその様はドリームの旅人、無骨で露骨な夢の探求者であった。第2話にして際どい制服のカスタマイズ、そこにピアはあるのか。紳士ウプ主はロマンの先を求めていく。ツンデレ娘への思いを隠し、オーダーしたのは一本のバナナであった。次回、バナナ一本6000円。さーて、この次もサービスサービス。